はい、皆さんこんにちは。今日は7月25日月曜日、アンドンの町田です。今ちょっと動画を、釣りの動画と、なんで町田さん台場の服ばっかり着とんのっていう動画を撮って、今3本目の動画で、3本目の動画はちょっと家族旅行で大阪に行くので1日お休みさせてくださいっていうこういう動画。ちゃんと予約取ってあるよね。ちゃんと予約取ってあるよ。チケットまだ、チケットはそれはちゃんと分かってるよね。あ、そうそうそう、分かってるよ。まだっていうことは取らなく、予約取らなくてもいいってことやね。あ、そうそうそう、予約は現地に行って、乗り物のアトラクションのやつの整理券を取るもんで、というところに行くんよね。そうそうそう、まあ、いつとは言わんけど。そうだね、はい、いつとは言わんけどね。大阪なんてね、いつやろな、もうちょっと神戸の方に行くときに高速で通り過ぎていくとか、大阪目的で行くっていうことは多分僕中学生以来やで、30何年ぶりやないの、大阪目的が。できればもうちょっとね、200ぐらいして僕好き勝手に自由に大阪の街一人で昼間から串食べて、なんかアルコール飲んでフラフラしたいなと思っとったりしちゃっちゃう。一人で行ってきた。あんまり大阪ってね行く機会がないので、まあそういうアトラクション系やね。アトラクション系。はい。まあ本当は海行きたかったけど。海？海。まあいい。今年はさやね。はい。お休みいただきますという動画でした。はい。ありがとうございました。